今回は進撃の巨人の一問一答2024について解説していくぜ。よろしく頼むわ。進撃の巨人には一問一答という質問コーナーがあるぜ。さらっと重大な設定を言ってたりするので必見の内容となってるぜ。ということで内容を話していくぜ。よろしく頼むわ。まず最初は、女型の巨人を男性が継承したらどうなりますか?という質問に対し、原作者からの回答は、女性の体の特徴を持つ巨人になるとのことだぜ。女型の巨人という名称から察してた人も多かったかもしれんが、やはり男性が継承しても女型のままのようだな。もしかしたら、過去に男性の女型の巨人継承者がいたのかもしれんな。女型の巨人って名称なのに女型にならなかったらおかしいわよね。次の質問はメインキャラの中でハンジさんだけ家族のことが一切書かれませんでしたが、ハンジさんに兄弟姉妹はいるのですか?だぜ。これに対して原作者は、家族と疎遠になったイメージですとのことだぜ。イメージと答えてるあたり、原作者も明確には決めてないのかもしれんな。個人的にハンジは一人っ子のイメージがあるぜ。ハンジの家族に関しては本筋と関係がないから考えなかったのかもしれんな。言われてみればハンジの家庭事情だけ全く書かれてないわね。次の質問は、巨人の力とともにアッカーマンの力は消失したのですか?だぜ。これに対して原作者は、はい、消滅しました。ミカサは運動音痴になりましたとのことだぜ。これも察してた人が多かったと思うぜ。というのも、巨人の力が消えてからのミカサは明らかに女性らしく見えるようになってたことや、リヴァイも車椅子生活になってたからな。そもそもアッカーマンの力は巨人由来の力であり、巨人が消えたら消滅するのは必然と言えるな。てかミカサは運動音痴になりましたが地味にびっくりしたわね。どうやらミカサは力の大部分をアッカーマンの力に依存していたようだな。アッカーマンの力がないミカサの身体能力は相当低いことがわかるな。多分、アッカーマンの力を失ったミカサは体重もめちゃくちゃ軽くなってるだろうし、腹筋も割れてないかもしれないな。リヴァイは元からそこそこ身体能力が高いと思われるが、激闘の末体がボロボロになってしまってるぜ。ミカサは力を失ったことについてどう思ってるのか気になるわね。次の質問はベルトルト君は休日何をして過ごしてますか?だぜ。これに対して原作者は、一人になれるような場所を見つけてぼーっとしてますとのことだぜ。まあ、ベルトルトは元から寡黙なのでイメージ通りといえばイメージ通りだな。確かにベルトルトは一人でぼーっとしてるイメージがあるわね。次の質問は伊佐山先生はサウナに一番耐えられそうなキャラは誰だと思いますか?だな。これに対して原作者は、ダズです。でもサウナは我慢比べではないので無理しないのが一番ですと答えてるぜ。さらに続けて、調査兵団の中で一番サウナに強いのは誰ですか?という質問も出たぜ。これに対して原作者は、エルヴィンですがサウナはくれぐれも我慢大会ではないのでそれぞれの時間でお楽しみくださいとのことだぜ。サウナの質問がやたら多いわね。まあ、原作者の伊佐山先生はサウナ好きで有名だからな。それゆえに読者もサウナ関係の質問を出したんだろうぜ。ただ、原作者が言うようにサウナは我慢比べではないので無茶するのは本当にマジで命が危ないぜ。サウナ好きの原作者だからこそ、サウナに対して細心の注意を払ってるんだろうな。ちなみに好きな温泉はどこですか?という質問に対しては地元の湯布院とのことだぜ。サウナはほどほどにしないとマジで体に支障をきたすからね。次の質問は、もしハンジが生きてる世界線だったら、リヴァイ、ガビ、ファルコと暮らしてましたか?だぜ。これに対して原作者は、忙しく飛び回るような役割を担ってる気がするので定住のイメージはないですねとのことだぜ。まあ要するに生きててもリヴァイたちと暮らさずにいろんなところを転々としてたってことだろうな。時折会いには行くんだろうが、確かに定住してるイメージはないな。ハンジは自由人よね。次の質問は、先生が兵団を選ぶとしたらどの兵団を選びますか?だな。これに対して原作者は、憲兵団です。巨人から一番離れた場所なのでとのことだぜ。まあ、当たり前といえば当たり前かもな。調査兵団、駐屯兵団は巨人に襲われて死ぬ危険が常に伴うので、まともな神経をしてたらこの二つの兵団に入りたがらないと思うぜ。実際、エレンの代でもほとんどが憲兵団狙いだったしな。兵団の中で一番安全な憲兵団を選ぶのは当然ね。次の質問は、エレンは現代だとどんな仕事をしてると思いますか?だぜ。これに対して原作者は、エレンは現代社会では苦労して職を転々としていそうですとのことだぜ。確かにいろいろと規則やルールに縛られることが多い現代社会において、自由を求めるエレンは苦労しそうではあるな。実際、現代風の話が描かれたスクールカーストでのエレンは無気力な少年だったぜ。それでも本編のような最悪な最後は迎えなかったでしょうけどね。次の質問は、リヴァイは海をきれいと感じましたか?だぜ。
これに対して原作者は、感じたと思いますが、それ以上に得体の知れないものとして映ったと思いますとのことだぜ。確かにリヴァイは海を見てはしゃいでるハンジを見て、毒があるかもしれないから触るなと言っており、どちらかというと警戒していた印象があるぜ。まあ、それはそれとして綺麗とは思ってたんだろうがな。リヴァイって幼少期が過酷だったから警戒心が強いわよね。次の質問は、幾千万の地鳴らし巨人たちも最終的に人間に戻ったのでしょうか？だぜ。これは結構気になった人も多いと思われるぜ。これについて原作者は、書くスペースがあったら書きたかったのですが、昔の自分たちの姿に全裸で戻りました。その後、巨人に踏みしめられる直前だった人たちからリンチに遭いましたとのことだぜ。個人的に地鳴らしの巨人は消滅してたと思ったのでちょっと意外だったぜ。まあ、ユミルは何十年も巨人化してたけど、マルセルを食ったことで人に戻ってたから地鳴らしの巨人も人に戻ってる可能性の方が高かったわよね。てか地鳴らしの巨人の生き残りたちが普通にかわいそうだと思ったぜ。彼らはレイス王の指示に従って壁の中の平和を守る礎になったのにその結果、知らず知らずのうちに多くの人たちを踏み殺し、挙句殺されかけた人たちからリンチにあったわけだからな。しかも100年も時間が経ってるので文化や環境は当然ながら変わっており、生き抜くのもめちゃくちゃ厳しいと思われるぜ。地鳴らしは人々の憎しみの末に起こったのに結局地鳴らしをした人たちに憎しみをぶつけてるのがなんだかなって思うわ。進撃の巨人はそこら辺かなりシビアに描かれてると思うぜ。人なんてそう簡単に変われないってことなんだろうな。てか進撃の巨人は一貫して争いは絶対になくならないことが描かれており、地鳴らしが終わって加害者をリンチにしないぐらいならそもそも地鳴らしなんて起きてないよねって話だぜ。それでも、みんながみんな地鳴らしの巨人をリンチにしたわけではないと思いたいがな。争いは絶対になくならない、無情ね。次の質問は、伊佐山先生が描いてて一番楽しかったシーン、もしくは辛かったシーンはどこですか？だぜ。これに対して原作者は、辛かったのは自分でもあんまり面白いと思えなかった13巻あたり、楽しかったのは23巻以降とのことだぜ。13巻は王政編であり、この王政編は読者からもかなり不評な話で、作者本人も王政編は面白くなかったとたびたび漏らしてたりするぜ。王政編はアニメ終了後に始まったことも重なって一時的に失速したわよね。ただ、王政編は後につながる話や伏線が多く描かれてる話でもあるので読まないわけにもいかないんだよな。23巻以降はマーレ編であり、作者的にマーレ編がやっぱり気に入ってるみたいだな。まあ、マーレ編は地鳴らし、エレンラスボス化、人と人の争いの答えなど、見どころが多数あるぜ。世界の残酷さ、人と人の争い、その裏側にある美しさが最も描かれてたのがマーレ編で作者が一番伝えたかった、書きたかった話でもあったんだろうな。ぶっちゃけ、物語って最終章がつまらなくなりがちなのに進撃の巨人は最終章が一番面白いのがすごいわよね。次の質問は、最近感動したドラマ、映画は何ですか？だぜ。これに対して原作者は、雷神にはいつも感動させられますとのことだぜ。原作者は格闘技が好きらしいわね。次の質問は、兵長が潔癖症になった理由を教えてくださいだぜ。これに対して原作者は、不衛生なところに育ったけれど、自分の中には高貴なものが流れているのではないかと信じる部分もあったと思います。とのことだぜ。リヴァイはかつて中二病っぽい言動を取ったエレンに、誰にでもそういう時期があると言ってたが、これはリヴァイの実体験だったようだな。でもリヴァイが中二病になったことがあるのは容易に想像できるわ。次の質問は、ハンジさんはさらっとシチューを作ってましたが、料理上手なんですか？それとも兵団の皆さんはある程度料理ができるのですか？だぜ。これに対して原作者は、兵士のスキルの一つとしてみんな料理ができますとのことだぜ。つまり、ハンジが特別料理上手というわけではなく、みんな最低限の料理ができるってことだな。ハンジがたまたま料理を作ってただけのようだな。兵士は料理の勉強もするのね。次の質問は、なぜユミルは豚を逃がしたのですか？だぜ。これまた気になった人も多いと思うぜ。原作者からの回答は、自分の境遇と重ねて逃がしてやりたいと思ったからとのことだぜ。つまり、ユミルは何かを企んでたとかそういうのではなく、ただの善意で豚を逃がしたようだな。だが、豚にとっては善行でも人にとっては悪用なのでユミルは裁かれてしまったぜ。立場が変われば正義も変わるってのがよくわかるわね。次の質問は、エルヴィンは部屋を散らかすタイプか綺麗にするタイプかどちらでしょうか？だぜ。これに対して原作者は、ああ、散らかってそうですとのことだぜ。エルヴィンは研究者気質ですぐに没頭するタイプだと思われるので確かに散らかってそうではあるな。そして、それを見かけたリヴァイが掃除してる、という姿がなんとなく想像できるな。確かにリヴァイがエルヴィンの部屋を掃除してそう。次の質問は、
兄、ライナー、コニー、ジェンが最終決戦直前にエレンとの最後の会話の記憶が蘇り、涙を流していましたが、どのような会話をしていたんでしょうか。またリヴァイさんとも何か話したのでしょうか。だぜ。これに対して原作者は、漫画にすればそれぞれ18ページほどのやりとりがありました。見開きとかではなく、淡々としていそうですとのことだぜ。リヴァイとは話したのかしらね。多分、エレンが話したのは同期だけの可能性が高いので、リヴァイは話してないかもしれないぜ。てか一人一人18ページほど会話してたら尺が長くなりすぎるので、カットされたのは仕方ないな。まあ、淡々と会話してたと答えてたので結構事務的に話してたのかもしれんな。話してる内容を見てみたかった気持ちもあるけどね。次の質問は、ガビとファルコのその後について何かだぜ。これに対して原作者は、生涯添い遂げました。ちなみにファルコは巨人化したので、ガビに告白した記憶は全く覚えてないとのことだぜ。最初に巨人化してその後人に戻った場合は必ず記憶が飛び、エレンもそうだったな。原作者の回答から察するに、あの後結婚して死ぬまで一緒にいたようだな。この二人はマーレサイドのエレンとミカサとして描かれてた節があるので、この回答を聞いて安心した人も多いと思われるぜ。エレンとミカサも何か違ってたら、ガビとファルコみたいに未来を歩めたかもしれないと思うとちょっと切ないわね。次の質問は、兄が大好きなので何か兄に関するまだ世に出してない設定や小話を聞かせてくださいだぜ。これについて原作者は、テイクダウンディフェンスに弱いのを、下から三角や腕十字で補ってるとのことだぜ。もう質問者を完全に試してるとしか思えないようなニッチな回答だな。確かに回答内容がニッチすぎるわね。次の質問は、進撃の巨人という唯一無二の作品を生み出してくださりありがとうございます。進撃の巨人が大好きです。先生が連載を始めてから一番嬉しかった出来事は何でしょうか？だぜ。これに対して原作者は、ざっくり言えばめちゃくちゃ評価されたことなんですが、超ハイクオリティのアニメにしてもらったことも最高に嬉しい。とのことだぜ。まあ、まんまだな。進撃の巨人はマジですごい作品よね。次の質問は、コニーの好きなタイプを教えてくださいだぜ。これに対して原作者は、ギャルと回答してたぜ。実にコメントに困る回答だな。ヒッチはギャルっぽいので、ヒッチあたりが好みなのかも。知れんな。マジでコメントに困るわね。次の質問は、歴史の教科書に載ってるジャンを見た女学生の反応を知りたいですだぜ。これに対して原作者は、なんかカメラを意識してる人がいるなとのことだぜ。まあ、お察しというか、ジャンに対して変わり者を見るような目で見てたようだな。さすがに馬面呼ばわりはされなかったでしょうけどね。次の質問は、漫画内でファミチキやパリピなど色々なオノマトペが盛り込まれてますが、伊佐山先生の一番のお気に入りは何ですかだぜ。これに対して原作者は、ファミチキかもです。よくあんな小さな文字をアナログで書けたなと思いますとのことだぜ。原作者なりにオノマトペにもこだわりがあるようだな。伊佐山先生の遊び心が見えるわね。最後の質問は、故郷進撃の下に進撃のサウナランドはいつ頃できますか？だぜ。これに対して原作者は、梅響とよろずやは全国に誇れるサウナですとのことだぜ。うん、答えになってないな。サウナの話をするあたり、原作者のサウナに対する情熱が感じられるな。これで質問は終わりかしらね。ここからはまとめに入るぜ。よろしく頼むわ。とまあ、今回の質問コーナーでもさらっと重大な秘密が多く明かされてたな。個人的にミカサが運動音痴になったことや、地鳴らしの巨人の顛末、ユミルが豚を逃がした理由を知れてよかったと思ったぜ。まあ、生き残った地鳴らしの巨人の顛末は普通にかわいそうだと思ったがな。だが、この後味の悪さこそが進撃の巨人であると言えるな。ユミルが豚を逃がした理由も普遍的なものだったな。地鳴らしの巨人はリンチにされたとしか描かれてないから生き残ってる可能性があるけど、どの道この先地獄ね。ただ、新規カットを加えた最終章の劇場版では、スクールカースト最終話の保管がなされていたぜ。映画で公開されたスクールカーストでは、死亡したウドとゾフィアがさらっと映り込んでたほか、映画館を派手に掃除してるリヴァイの姿が描かれてたぜ。さらにスクールカーストでエレン、ミカサ、アルミンの3人が雑談を終えた後、原作最終話で映し出されてたエレンの首を埋めた場所から成長した巨大な樹木が確認できるぜ。このことから、スクールカーストはエレンが死んでから100年後の世界であることがより明確になったぜ。少なくともアニメの世界線のスクールカーストは本編終了の100年後の世界と見ていいわね。100年後では生まれ変わったと思われるエレンたちが平和に過ごせてるのは救いのある結末だったと言えるわね。まとめると進撃の巨人一問一答2024年では多くのことが明かされたぜ。今後も機会があるとこういった質問コーナーがあるといいな。そうね。ということで進撃の巨人一問一答2024についての解説を終わるぜ。
チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。